それでは早速お呼びいたしましょう。名古屋おもてなし武将隊の皆さんです。我ら名古屋おもてなし武将隊パー、かっこいい、バッチリ決まりました。ようこそお越しくださいました。名古屋ようすどうてくれた。皆さんじゃ、今回はですね、名古屋おもてなし武将隊から前田利家様、前田慶治様、そして加藤清正様にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、朝から私もね、お三方の声を聞いてるとカッと気合が入りましたね。そうですか。さあ、今回でですね、なんと70回というですね、記念すべき年となりました、この名古屋祭り。まあ、お三方はですね、70年ですから第1回目からよくご存知かとは思いますけどもね、いや、その頃まだ我らは蘇っておらんと。おらんかったですか。我らは今年で結成15年というわけで、その間に関しては、はい、この名古屋祭り必ず出陣して、はい、時には走る名古屋城が拠点で歌働きをして、演舞というものを後ほど披露するんだけども、新作演舞披露するのはこの名古屋祭りと。そうじゃな、わしらはもう気合い入れておるから、ありがとう、2日間盛り上げてまいるぞ。この名古屋祭りですが、ご参加の皆さんね、来てくださる皆さん、毎年楽しみにされている方本当に多いかと思いますが、まあ、この名古屋の魅力にある伝統ですとか歴史や文化を感じていただけるというお祭りです。名古屋の、ね、市内に住んでいる方はもちろんですが、市外からの方、県外からの方、また海外からの方と、もうね、年齢や国籍問わずたくさんの方にお楽しみいただけるお祭りとなっています。今年もですね、さまざまなコンテンツで皆様を、ね、お待ちしているわけなんですが、それではお三方からですね、今回の70回目の名古屋祭りの魅力をちょっと伺っていきたいなと思います。利家様、いかがでしょうか。どうしたら、やはりこの名古屋、名古屋祭りは若い力が大活躍する祭りとなっておるわな。まず主らの見ておるこの舞台、あるいは少し北側のエンゼル広場では、ユースパワーステージ、すなわち若き者たちが音楽を鳴らしたり、あるいは踊りや舞、そして演劇なんかを見せてくれる若き者の芸能、まあ、こういったものを見られる様々な舞台が用意されておる。この名古屋に住まう学生たちが中心となって、さまざまな催しをいたすがゆえに、後ろはしかと見ていってほしいのじゃが、表に立つのも無論若者が多い、じゃが同時にしかと裏でこの名古屋祭りの運営を携わってくれておるのも若き力、すなわち学生ボランティアの皆々であるわけなんじゃ。はい、そうなんですよね。ゆえに学生が参陣してくれており、皆々は自らが参加することで、この名古屋が良きもの、そしてこの名古屋祭りが誠に素晴らしいものであるぞと実感し、そして参加しておる皆々はそういった若い力をもろうて、日々の活力、そして名古屋祭りをしかと楽しんでいってほしい次第じゃ。はい、ありがとうございます。もうね、この名古屋祭りの準備段階からね、学生の皆さんもたくさん参加していただいて、今日明日皆さんに楽しんでいただけるようにね、一生懸命準備してまいりました。そしてこちらのステージでもね、この後今日盛りだくさんステージですからね、そうなんですよ、楽しんでいてもらいたいですね。はい、ありがとうございます。さあ、そして刑事様、今回の魅力いかがでしょうか。なんといってもわし、なんといってもわし、ケイジ様ですね。なんといってもわしなんじゃけども、はい、それだけではないのが名古屋祭。そうですね。実はこの後、ここ16時からは、かの有名な綺麗なおなご、おじき知ったかな、岡崎紗友乃がやってくるということで、現世でもドラマになるものでも多方面で活躍してるが、なんと生まれはこの名古屋である。そうなんですよ、ね、名古屋から日の本全土で活躍する者がやってきて、特別な談義戦はトークショーをお届けするということで、ぜひ
後ろにはうまい飯なんかもあったりするで、これを食しながら聞いてもらうのも一興かもしれん。そうですね。さらに明日もある。おお、明日はおなごではなくキャインドのがやってくるということで、これは我らの国でもな、番組を長年やっておるからな、お親しみがあるものもたくさんおると思うが、もうこの尾張の国の愛知県岡崎というのがな隣にあるんじゃけれども、こちらの生まれでもあるということで、何やら面白いこの愛知県の話も聞けるやもしれんの。はい、明日もぜひ楽しんでいただきたいですね、はい、トーク長、本日はですね、岡崎紗英さんこの後4時10分頃から、明日20日は、3時5分頃からキャインのお二人にも登場していただきます。どうぞ皆さんお楽しみに、さあそして清正様、いかがでしょうか今回のお祭り。そうじゃな、今度は第70回ということで、記念のいくつかの特別企画が行われます。一つはこの開幕式を終えた時にパフォーマンスというものが行われる。こちらはあの和太鼓や三味線の音に合わせて文字を書き上げていく、そういったものであるゆえに誠にわしにとっても楽しみの一つである。そしてもう一つ、名古屋屈指の観光ピオリン、みんな知っておるか、ピオリン知っておるよ、ちもの。はーい、いやー、おこるわな、はい、実はこの久屋大通り公園の会場じゃな、まあ今後方には岸麺であったりヤバトンのな味噌カツが食える場所あったり、さまざま食をできる場所がある。そちらにて買ったもの500円につき抽選券が1枚もらえるんじゃな。こちら当たったらばそのピオリンと引き換えることが叶うゆえに、今業産手に上がったんじゃけれども、まだ食しておらんよっちゅうもの、ぜひともなこの木を逃すんじゃないぞ。そしてもう一つ、三英傑の方々に扮したピオリンと写し絵が撮れるフォトスポットなるもの、これが実は愛の広場にて設置されておる。このもう二つ広報じゃな、ゆえにぜひともこの70回を記念いたして、ぜひとも写し絵の幅よろしゅうお頼みをする。さらにこちら最後もう一つ、練り切り和菓子を使ってピロリを模した三英傑セット、こちらもこの70回を記念して販売されておる。こちらはこの広場にて販売されておりますゆえに、ぜひともこの後手に取って買ってほしい次第である。わしからは以上じゃ。はい、ありがとうございます。いや、もうピオリンは今大人気で、いや、まことにいろんなところでね、あのお持ち帰りでお土産で持って帰る方見かけますけども、今回はね、なんと抽選であのピオリン1ピオが当たるかもしれないということで、1ピオ当選された方には1ピオずつ皆様にね、あのプレゼントということですので、こちら数に限りがあるんだよな。そうなんです、抽選券もですね、数に限りがあります。そしてピオリにも数に限りがありますので、抽選参加したいなという方、ピオリ食べたいなという方はですね、ぜひお早めに各ブース回っていただきたいなと思います。各ブースの抽選券もなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。あ、もうね、お三方にも伺いましたが、まあ、今回ご紹介いただいた内容はほんの一部ですからね。いや、誠に、はい、ぜひですね、今回この2日間はこの栄のね、会場、各いろんな会場で行っておりますので、歩いて回っていただいて、この名古屋祭りの魅力をたっぷりと皆さん自身で感じていただけたらなと思います、さあそしてですね、もうやっぱりね、おもてなし武将隊の皆様もたくさんいらっしゃいますが、なんとなんと、さまざまな武将隊の皆さんも今日このステージに来てくださっているんですよね。どうかな、どうかな、キヨキヨ、奇怪な声が聞こえたが、どうぞどうぞ皆さん、ステージの方に皆さん拍手。オープニングステージをまずは盛り上げようということで、愛知戦国姫隊、ありがとうございます。続いて岐阜城盛り上げ隊、よろしくさん、よ、え
そして熊本城武者隊、よろしくお頼み申す。そしてそしてグレートイエスト青い武者隊、はい、おしまい。皆さんに応援に駆けつけていただきました。いやいや、もうねステージめちゃくちゃ華やかです。というか私がちょっと浮いているぐらい、なんかちょっとね、私あれ間違えたかなっていうぐらいね、もう皆さんの素晴らしい甲冑姿は素敵なんですけども、さあ皆さんからもね、今回の名古屋祭の魅力なんか意気込みなどもね伺っていきたいと思います。舞台の皆さんいかがですか。はい、皆様おはようございます。私はプリンセス侍オブジャパン愛知戦国姫隊の奥川家康様が母お題でござりまする。よっ、母ちゃん、お母さん、お母さんじゃ、お母ちゃん、はい、もういい喋って、はい、本日ね、この始まりました名古屋祭り、なんと第70回、記念すべき70回にござりまする。皆様、楽しむ準備はできておりますか。よー、あれ声が小さい。あ、よー、共に楽しんで参りましょうぞ。ありがとうさんちゃん。はい、ありがとうございます。皆さんと一緒にね楽しんでいきたいですね。そして岐阜城盛り上げての皆さんいかがでしょうか。はい、美男子おはようさんちゃん。おはようございます。はい、第70回の名古屋祭り、まあ、ほぼ一緒のことしか言いませんが楽しく準備はできておりますか。はっ、いやね、お代様より負けては困るのよ。楽しむ準備はできておりますか。はい、美濃の虫斎藤堂さんと明智光秀の両名が盛り上げてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして熊本城武将隊の皆さん、熱き思いを花びれに我ら熊本城をもてなす武将隊。バッチリ決まりました。ありがとうござる。改めて熊本城から参りました熊本城おもてなし武将隊にござる。あわし加藤清正は今は両国肥後の国熊本にて城を守っておるけれども、もともとは名古屋の出身にござる。この度は名古屋を豊臣秀吉様と徳川家康様を守ってくれておるわしとともに、この名古屋そして熊本を盛り上げてまいりたいと思うぞ。何卒よろしくお頼み申す。ありがとうございます。力強い言葉いただきました。さあ、そしてグレート家康と青い武将隊の皆さん、よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。おはようございます。まだ早いからみんな眠いかなと思って。あ、元気だな。さあ、もう第70回でもみんな言ってし、もうなんといっても豊臣兄弟ね。これ来るじゃない、大河ドラマ館中村公園だったね、新聞で出した、こりゃもうこの皮切りに勢いづいていかんと、名古屋見せてやらんとっていう感じだもんで、絶対に今日はみんなの力で雨を降らせない。分かった、絶対だぞ。雨降ったらもう我だからな。ということでみんな元気よく最後まで楽しんでまいろう。よろしゅー。ありがとうございます。もうね、皆さんのパワーと元気の良さできっとね、このパワーも散らしてくれるんじゃないかなと思っていますので、会場の皆さん一緒に盛り上がってまいりましょう。さあ、それではもう一方お呼びしたいと思います。第70回名古屋祭りの開会にあたりまして、中田秀夫名古屋副市長よりご挨拶を申し上げます。副市長よろしくお願いいたします。すみません。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。すごいですね、このメンバーを従えて話をするなんてめったにないというか、もう絶対ないようなことですので、これ大将ということですかね。ありがとうございます。名古屋市の副市長の中田でございます。主催者を代表して挨拶します。本当でしたら市長がここに出てきてですね、ご挨拶をするということなんですけども、まあ、皆さんご存知の通り、市長さん選挙に出られたということで失職いたしまして、来月のですね11月24日、次の市長選があるまで
代わりに職務代理ということで、お役を仰せつかっております副市長の中田でございます。大体ですね、市長さんに何かがあると呼び出されるというのが役割でございまして、3年ぐらい前にちょっとこれをやった時もですね、結構呼び出されまして、あちこちのですね皆さんとですねお話をさせていただいたり、こういうところで挨拶をさせていただいたりということでございます。まあ、緊急事態でございますのでお許しいただきたいと思います。本題でございますが、第70回の名古屋祭りということで、記念すべき、年であります。先ほども絶対雨は降らせないぞという話ありました。絶対雨は降らせない、今日降らないと思いますけども、申し訳ないんですけども、ちょっと行列は中止にしてしまいました。ちょっと昼から結構雨が降る確率高いん で行列って明日も行列、日曜日ありますので、今日雨降って衣装とかあれが濡れちゃうとまた明日にも響くんで、今日ちょっと慎重に慎重に判断をして中止にしてしまいましたけども、まあ明日は晴れますので、行列はきちんと明日ですね、ディズニーも明日来ますからね、ディズニーも来ますから、ぜひ明日の行列を楽しみにいただきたいと思います。で今日はでも、全部が中止になったわけじゃありません。今日ここの会場ですね、久屋の会場、それからお隣のエンゼルの会場、それから OS21 では終わり名古屋の職人展っていうのをやってます。これは僕朝もそこで挨拶してきたんですけども、終わり名古屋のいろんな職人の方のですね、カバンだとか、それから櫛だとか、それから何だっけ、有松絞りだとか、いろんな体験までお子さんもできるのをやってますので、OS21 では止まん中のあたりは濡れませんので、またぜひ行ってください。それから名古屋城でもやってますので、ぜひですね、今日一日楽しんでいただきたいと思いますし、それからまた明日はいい天気になると思いますので、明日は行列も含めてフルバージョンで楽しんでいきたいと思います。ぜひ皆さんこの2日楽しんでいきましょう。ありがとうございます。副市長ありがとうございます。それではこちらにお乗りいただきまして、はい、それではここで第70回の名古屋祭り開会宣言に移らせていただきます。開会宣言は田中理香名古屋市会議長よりお願いしたいと思います。それでは田中議長よろしくお願いします。ただいまより第70回名古屋祭りを開会いたします。さまざまなコンテンツ目いっぱい皆さん楽しんでください。さあということで、副市長そして田中議長ありがとうございました。そして武将隊の皆さんもありがとうございました。2日間よろしくお願いします。さあそれではですね、皆さんこの2日間の祭りを盛り上げるために、ここからえいえい王の勝ち時を皆さんと一緒に上げていきたいと思います。それでは主人様よろしくお願いします。それではこれより、わしがえいえいと申したら、右の拳を構え、おおと続くのじゃ。三度参るぞ。それでは参ろう。名古屋祭りの両日の皆の安全、そして記念すべく70回の名古屋祭りが大いに盛り上がることを願いて、勝ち時じゃ。それ、えいえい、おお、えい。えい、おー、えい、えい、おー、名古屋祭り、いざ出陣。